こんにちは。こんにちは。こんにちは。さあさあ、ルナシー。ルナ後編。後編ですね。ですね。ルナシーさんですね。楽しみやな。楽しみやな。うん、そうだね。コージがずっとさ、聞きたいって聞きたいってうるさかったその音楽って。そうですね。何かなっていうのもね、ちょっと気になるし。まあ、これね。うん、意地悪しないで、聞きましょう。聞きましょう、それは。聞きましょう。だってさ、スンヨンが知ってる可能性もあるのはこの曲なのかなって思ってたから、そこも気になるよね。そうですね。うん、なんでなんか割と90年、いや2000年近くに行ったら多分知ってる曲あるかもしれないっていう感じだね。やっぱり、うん。そうだね。これってだって90年代じゃない？そうだね。98とか9とか。そうそう。そんぐらいやったら多分知ってるかもしれないって感じだな。さあ、大名曲ですよ。そうだね。まあ前編でやってた、うん、93年とかの曲なんだけど、うんうん、まあ97年からね、もうソロ活動をちょっと始めるんだよね。メンバーそれぞれ。それぞれが、うん、まあ、リュウイチも川村リュウイチとして、うん、あのシングルとか出してもそれも結構ヒットしててさ、うんうん、なんだけど、まあ、ちょっとそれぞれで活動してっていう感じで、まあ、98年にリリースしたですね、うん、11枚のシングルですね。11枚それがその大名曲、うん、はい、ですね。フジテレビ系ドラマ神様もう少しだけの主題歌です、ね、これがね、もう衝撃でしたよ、このドラマ、ね、これは衝撃、社会現象っていうか、うん、なんかタイトル、神様、神様もう少しだけっていうドラマの主題歌。あー、もう少しだけ、うん、いいタイトルやん、めっちゃ。そう、でもこれかなり悲しいドラマなんよ、うん、すっごい悲しいドラマで、うん、見ようかな、俺。いや、見てほしい。深キャン知ってるやん、深田恭子。いや、わかんない。神田はこれ名前苦手やから、うん、カキョン、多分その当時もほんまに10代、女子高生の役かなんかそんなやね。そうだね。そうそう、多分本当に若くて、カキョンもその時。で、俺小学校5、6年でそれ見たんやけど、なんかこう、はっきりはだから分からんわけ、正直。なんか、深いというか、ほんまになんか大人のね、ドラマ見ながらよく泣くタイプやからさ、まあ、ストーリーとしてはその女子高生の子が、うん、で、最終的に言っていいかな、ドラマの内容。まあでも最終的に、そこまで行っちゃうの。言ったらあかんのかな。ピーって、うん、あれで、まあでもかなり昔のやつやから、うんうん、俺これから見るって言ったやん。押してしまったやん、もう見る価値なくなったやん、もう。いやいや、そういうことやね。そういうことやね。そこだけ最初と最後だけ今言っただけやから。すごい一番大事なところじゃなかった。いやいや、そんなこともないよ。じゃあそれはともかく、じゃあ、うん、そのドラマの主題歌、そうですね、として、うんうん、かなりヒットしたですね、うん、I for you っていう歌ですね。 I for you、 はい、うん、もう名バラですね。うん、ちょうだい、はい、名バラ。じゃあ聞いてみよう。聞いてみよう。はい、これ大体ちょっと始まる前に I for you って、あなたへ I for you みたいなセリフがあるんだけど、ちょっとこの映像はなかったんだけど、これは結構毎回言うってことするよ。うん、毎回言ってたね。あ、そうなんや、うん、I for you。 じゃあ行きます。愛せないと言われ
嬉しい、めちゃくちゃかっこいい。だね。名曲やろ。めっちゃ良かった。でも初めて聞いた。初めて聞いた。いや、切ないな。切ないよ。まあドラマがね、ほんまに悲しいドラマやから。愛って感じやね。愛って感じやけど、なんか俺のそうイメージでは悲しさが結構強いというか、自分の中でこう死とかをさ、そういうなんていうの、ほんまに恐怖というかさ、なんていうそういう怖いこともあるんやって初めて認識したドラマっていう。小学校5、6年で、うん、なるほどね、うん、そうそうドラマのやつめっちゃ浮かび上がるんちゃう、そうそう、いやほんまにそうやねん、いい曲やな、いやいいね、うん、なんかドラマと一緒に聴いたら絶対なんか泣くだろうな、これもうめっちゃ号泣する、うん、その君に降るなんか痛みをすぶなんか拭ってあげたい全てって、うん、なんかもうほんまドラマを そのまま表してるというか、うん、すごい歌詞やな、見たくなったやん、じゃあぜひ見てもらって4曲目もじゃあ I for you 行くか4曲目はどういう、曲を準備したんですか。そうだね、ちょっとなんか、うん、まあライブで盛り上がってる感じがいいなって思って、うん、これも結構有名なヒット曲だったけど、うんうん、楽しそうだなって思って、うん、見たいなって思ったんで、うん、曲名が Tonight っていう曲ですね。13枚目の2000年おなんでいよいよ来たか、21世紀、そうだね、そうそう、うん、だからその2000年に一回その終幕宣言をしたらしくてさ、うん、まあ解散っていうか、うんうんうん、なんでまあ最後の方の曲だね、うん、でまあそれからまた2007年にもう一回再結成して、うん、そこからあの活動今でも、うん、今もそう今年そうだね、ライブやるってなってて、うん、今月、あ、来月かな、うん、そうそう、2019年でメジャーデビュー30周年、うん、ですね、長いね、30周年ね、うん、まあ、じゃあトゥナイト聞いてみましょう、はい、
比べてだいぶ落ち着けるな、髪型とか、今、体験とか、メイク。ジャパンに加入してて、2009年ぐらいに、2009年からずっと今まで X ジャパン。そうだね、まあ、だから掛け持ちっていうか両方やってる、あれ両方やってるの、サルナシーもやってるし掛け持ちって表現もやってて、でこの間なんか発表、あ、昨日かなしてたけど、そのハイド、あのラルクエンシェールのハイドさんとミヤビと、あともう一人、あの X のヨシキ、ヨシキさんとなんか新しいバンドを結成するらしくて、すごいよ、すごいメンバーな、すごい、そうそう、なんか、うん、アベンジャーズみたいなバンドを作りたいってヨシキさんが言ってらしくて、そうそう、なんかもうすごい、本当カリスマ中のカリスマが集まってるから、ね、楽しみだなっていう感じだけど、すごいね、よかったな、今日なんか、バンドっていいな、やっぱり、なんか、ね、こうなっちゃうみたいな、そうだね、一体感が、そう、盛り上がっちゃう、ねえ、もうほんとビジュアル系のファンにはちょっと私もうなんか、なりたいけどなれなかった、なんか楽しすぎて、もうハマっちゃいそうで抜け出せなくなりそうっていうか、だってもうあんな I for you とか歌われたらもうさ、何も見えなくなる、他にもう誰も本当にハマりやすいタイプやもんな、うん、そう嘘って嘘ってそうそう、え、じ今ビジュアルバンドってあるの、うん、日本って、あると、うん、あるある、 あると思うけど、うん、その若い世代のビジュアル系バンドあんまり知らないけど、でも、うん、結構化粧してる人たちが、あ、そうなんや、あるちゃうんだ、うん、あるある、全然まだまだそんなね、うん、まあ、あるよね、最近のビジュアルバンドは、ね、人気ある、わかんないか、そんなにね、やっぱメジャーではないかもしれないけど、じゃあ、じゃあ、うん、よかったな、楽しかったな、やっぱりバンドって楽しいな、いいね、何曲目が一番好きやった、これは、そう、iPhone、 でも盛り上がるのはこっちの方が一番だった、トナイトの方が、なんか、そうだ ね、 なんかちょっとね、ライブとかで、盛り上がる感じだったから、でも曲だけで聴いたらやっぱり iPhone の方が結構もう見た、まあ、ちょっと見てて悲しさというか、切なさというか、そう、めっちゃ切なかった、うん、歌い方とか、声もね、そうだね、歌詞もね、切ないし
きやからね、俺っていつもいつもな時期とかないじゃん、いつも愛好優してるはい、そんな感じだったから。でも俺も確かに24年間発売されてから、うん、その聞いてない年ないな、絶対、その1年でなんか聞いてないな、今年っていう年ないと思うわ、俺愛好優。すごい、なんか悲しくなりたいなと思ったら、うん、聞くな、聞くって感じ、うん、特にやっぱ秋冬は聞くかな、そういう感じ。そうだね、うん、さっき言ってたドラマも気になるしね、うん、みたいな。そうやな、いい、ね、うん、よかったわ今日は本当に、うん、またバンドお願いします。そうだ、ね、バンドやる、うん、バンド、ね、そうですね、うん、じゃあ今回はこんな感じでやろうか、はい、じゃあ今日もしちゃみでさガサナミだ。チャンネル登録、いいね、コメントお願いします。クドチョワヨプタケヨトマヨー。